1985年8月12日に日航123便が墜落した事故は、のミサイル演習の事故だったという疑惑があることを知っていますか？しかし、運輸安全委員会ホームページに公表されている日本航空123便の御巣鷹山墜落事故に関わる航空事故調査報告書には、ミサイルまたはの標的機が衝突したという説もありますが、機体残骸に火薬や爆発物等の成分は検出されず、ミサイルを疑う根拠は何もありませんと書かれており、のミサイルによる事故説を否定しています。つまり事故原因は機体後部にあたる圧力隔壁の破損であり、ボーイング社の修理ミスが原因だったというのです。しかし同年、ボーイング社は過去最高の売り上げを記録し、日興株は史上最高値をつけていたことをあなたは知っていますか？歴史に関する事件や人物などをご紹介しているこのチャンネル、皆さんこんばんは、ゴン吉です。前回の動画で日航123便墜落事故の闇をご紹介しましたが、今回の動画は続編となっております。前回の動画では日航123便が墜落した背景にはのミサイル演習の事故の可能性がちらついており、証拠隠滅のために救出が遅れましたとかいった内容をお届けしたわけですが、まだこの問題には続きがありまして、今回はそのあたりをご紹介していきたいと思います。ところで最近誰でも耳にしたことがあるフレーズだと思いますが、30年間賃金が上がらない国日本、世界の国は成長しているのに日本だけがなぜ成長しないのかとかいった話を耳にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか。日航123便の墜落とは一見関係のなさそうな話ですが、実は現代の日本の不調を招いたきっかけが日航123便の墜落が原因なんだという説があるのです。一体なぜ飛行機の墜落が現代の私たちの30年ボンビーにつながるというのでしょうか。ご紹介していきましょう。日本は戦後 GHQ の支配下に置かれ、主権を失っていました。しかし1951年に締結されたサンフランシスコ平和条約で形式上主権が認められるようになり、1975年にはフランスのランブイエで開催された第1回主要国首脳会議でアメリカ、イギリス、西ドイツ、フランス、イタリアと並んで先進国の仲間入りをしたのです。奇跡と言われた高度経済成長を遂げた日本でしたが、外交面ではアメリカからの圧力と戦っていました。1981年の日米自動車交渉ではアメリカに対して前の年よりも多く自動車を売らないようにするといった自主規制が導入されてはいますが、交渉の席では日本側は徹底的に戦い、ギリギリの落としどころを探ったと言われています。つまり戦争に負けたとは言っても、その後の経済の戦いで日本は頑張っていたし、何か言われても何でも言いなりになるような状態ではなかったのです。しかし1985年9月22日、ニューヨークでとんでもない合意がなされます。プラザ合意です。表向きには為替を安定させるという合意ですが、これによって円は急激に円高になり、日本から輸出した商品の現地価格がいきなり2倍になりました。これによって日本の輸出は激減するのです。さらに1986年9月2日、日米半導体協定が締結されますが、すごく有利で国際法も無視した内容なんですね。このため日本の半導体産業は失速してしまいます。どうして日本に不利になるような条約が次々と決定されたのか。プラザ合意が決まったのは日航123便が墜落したわずか41日後の出来事で、この日を境に日本政府は驚くほど弱腰になったのです。1985年の内閣は首相の時代、国産ミサイルを開発中だったことが墜落前日の新聞にも載っています。ミサイル SSM-1 の射程は約150キロで、日本国内でこれだけの長距離を飛ばすことができる射場がないため、テストは洋上訓練、つまり海の上で行われていました。練習用のミサイルは朱色、つまりオレンジ色です。写真でもわかりますが、4枚の羽がついているのがわかります。ちょっと遠くから見たら小型の飛行機に見えなくもないです。
首相の意向に沿った形で防衛庁自らが開発して国産の巡航ミサイルの洋上実験が成功し、世界初の射程距離を自信満々に発表していたんですね。そのような背景の中で日航123便は墜落、運輸省内に航空事故調査委員会が設置され、123便の航空事故調査報告書が公表されました。冒頭でも言いましたが、事故原因は圧力隔壁の破損が原因で、ボーイング社の修理ミスから垂直尾翼が破損したため墜落に至ったというのが公式発表です。しかしこの報告書を見た群馬県前橋地方検察庁検事正も山積検事も報告書が曖昧だとして、遺族の前で修理ミスが事故の原因かどうか相当疑わしいと説明しています。実は垂直尾翼の構造は見た目以上に頑丈です。水平尾翼も垂直尾翼もここが壊れると操縦できなくなる要所であるため、何重にも桁が組まれてかなり頑丈にできているのです。演習用の火薬が使用されていないミサイルがぶつかったと考える方が自然かもしれません。それでものミサイルで123便が墜落したとは信じられないという方もおられることでしょう。真相の解明にはボイスレコーダーとフライトレコーダーを格納しているブラックボックスの生データの公表が一番の近道ですが、前回の動画でも言った通り、ボイスレコーダーの公開を求めた訴訟は棄却されています。また日本航空に対する情報開示請求裁判を報道しているのは地元群馬県の上毛新聞だけで、大手のマスコミは報道していないというのですから、一体どんな力が作用しているのか不思議ですよね。今年6機落ち、死者1100人、ボーイング受注最高2兆4900億円。1985年12月27日の日本経済新聞の見出しはこのようなものでした。修理ミスを犯したボーイング社は1985年過去最高の売り上げを記録したのです。さらに株の欄では、日興株は事故を起こしたにもかかわらず史上最高値をつけたと書いてあるんですよね。防衛庁も日本航空も全日空も修理ミスを犯したボーイング社の製品を同じ年内に大量に購入しているというのはかなり異常ですが、もしこれが仮にのミサイルが原因で日航123便が墜落したことを日航には黙っててもらって、ボーイング社には修理ミスの泥をかぶってもらう代わりにが保証を与えたとしたら、辻褄が合います。ちょっとにわかには信じがたいと思う方もおられると思いますが、もしそうだとすると、はにとんでもない弱みを握られてしまったことになりますよね。バレれば内閣が吹き飛ぶ。私たちからするとそんなこと言ってる場合じゃないだろうって思いますが、しかし他に弱みを握られた内閣が日航123便墜落の41日後にプラザ合意という日本の輸出を激減させる不利な合意を取り付けられ、他に有利で国際法も無視した日米半導体協定が締結されたとすれば、これも辻褄が合います。もちろん証拠はありません。ですが実際のミスを隠蔽するために民間機を墜落させて証拠を隠滅し、日航とボーイング社には飴玉をあげて、他には日本国民の国益を無視した合意をして黙っててもらったとしたら、これは国家ぐるみの犯罪です。こんなバカなことがあるはずがありません。ないことを証明するためにもブラックボックスの生データを公開して私たちの疑念を晴らすべきですよね。しかしこの疑惑が本当なら、日航123便は墜落を免れることは実は可能だったが、しかし卑劣な保身に走った権力者によって墜落させられたということになります。何を言ってるんだやぶから棒にと思われる方も多いと思いますが、日航123便は高い確率で墜落しないで済んだタイミングがあったのです。1985年8月12日18時24分35秒日航123便の機体後部の爆発で油圧系統が破壊されたため、自由な操縦が不可能になりました。しかし後にフライトシミュレーターによる実験で左右ごとのエンジンの出力を変えたり、フラップや車輪を手動で操作することでかなりの程度機体のコントロールができたことが判明しています。日航123便は羽田まで戻るよりも米軍横田基地に着陸した方が良いと判断したのでしょう。実際に横田基地の職員の証言もあり、航空事故調査委員会も米軍も認めているので
123便が横田基地への着陸を目指したことは間違いありません。機長は横田基地着陸を決断すると実に合理的に安定して高度を下げており、そのまま行けば無事に着陸して乗客全員が助かった可能性は極めて高かったと言われています。しかし横田基地を目の前にして123便は突然進路を北に変更するのです。全くありえない進路変更が行われたのはなぜなのか。機長は18時46分16秒と21秒に2回このままでお願いしますと懇願する言葉を発しています。公開されているボイスレコーダーは改ざんされている可能性があるため、この懇願する言葉は誰と話していたものなのかは分かっていません。12秒後に機長はこれはダメかもわからんねと発言した直後、北に進路を変えているのです。もし横田基地に無事に着陸すれば全てがバレてしまうと考えた何者かが着陸を許可しなかったのかもしれないのです。つまりこの時点でその何者かは日航123便を墜落させることを決めていたということになります。無事に戻ってこられては都合が悪いのです。日航123便が墜落した御巣鷹山あたりは急峻な山岳地帯です。平地に比べて目撃者も少なくなります。前回の動画でも言いましたが、群馬県鹿野郡上野村の子供たちは赤い飛行機を目撃しています。飛行機が飛んでいった後から流れ星のようなものが飛んでいくのが見えたという目撃証言もあり、これはつまり日航123便が機体のミサイルで撃墜された可能性があるということです。実際に123便には4機のエンジンがついていましたが、第4エンジンだけが主翼から外れて粉々になっています。木に当たったからだという説もありますが、柔らかい木に当たって7トンもある頑丈なエンジンがコッパみじんになるのは考えにくいですよね。その後墜落現場は不明と言いながら特殊部隊を現場に先行させ、火炎放射器で証拠隠滅のために焼き払った。だから現場にはガソリンとタールの匂いが充満していたし、その後の異物検査でもガソリンが撒かれた証拠が出てきた。おそらくブラックボックスは公開されないでしょう。それは卑劣なくるみの犯罪を隠しているからです。そして他に弱みを握られた政府は国益にそぐわない条約を結ばざるを得なくなったのです。この話の全てに証拠があるわけではありません。しかし民主国家に生きる私たちは無関心でいてはいけません。30年も賃金が上がらない国日本にしたのは果たして権力者だけの罪でしょうか。これだけの疑惑がありながらボイスレコーダーの開示を拒むのは怪しすぎます。私たちは子供や孫の世代のためにも日本の闇を少しでも少なくするべきではないでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。前回の動画の続編という形で動画を作らせていただきました。前回の動画をまだ見てないという方はぜひそちらもご覧ください。いやーどうですか、信じられますか。大体が推測なんでしょと言われたらそうなんですけど、横田基地への着陸を断念したのはどう考えてもおかしいですよね。日航123便に関しては他にもいろんな方が本を出してますから、よければ読んでみてください。この話を聞いたのはここ数年だったと思いますけど、聞くまで全く気がつかなかったですよね。私は当時小学校6年生だったから仕方ありませんが、その後テレビで疑惑が報道されたりとかしてたのも見てなかったですし、いやまさかね、国がそんなことするはずありませんよね。いえ、私が言ってるんじゃなくてこの人たちが言ってるんですよ。私はただ動画を見てほしいからいいネタだなって思って動画を作ったにすぎませんので、粛清とかそういうのは本当に勘弁していただきたいです。はい、待ってください、誰にも言いませんから。